そのね、スマホで動画撮ってたんだけど、やっぱスマホ動画撮りたくないわけよ。なんかスマホでかさんじゃったらね、嫌だからさ。トレジャークルーズやるか。音量マックスになった。さっき自分で歌った跳ね馬ライダー。加藤純一さんに触発されてね、まあ、加藤純一さんの跳ね馬ライダーをその時に見たんじゃなくて、やっぱ、加藤純一さんの歌は跳ね馬ライダーさ、頭に残るよな。ただでさえ多分、跳ね馬ライダーを聞いたらだいぶ残ると思うんだよ。でも、耳鳴りが。耳鳴りアプー。面白。もうさすがにその嘘をつくのやめろ。嘘をつくのち、おー、ストア1位。すごい。いっぱいもらえるー。 さ、おかまバカにすると怒られるんだよな。バカにしてねえけどな。バカにしてるわけじゃないです。いや、バカにしてんだよ、それがよ。ここのね、腕のここら辺が痒くて痒くて、しゃあなしですわ。ちょっと今日は寝よう。羽山のように乱暴ですから。よし、引いちゃおう。どうしようかな。別に、みんな見せなくていいか。引くわ。充電、トレクル。トレクルね、やめるとか言っててやってるんですけどね、それちょっと、うるさいよ、みんな。いいじゃん、やってたって別に。来いよ、道中で。赤、今回。出なかった。ひどいよ。お、ダズボーネス来た。打撃、斬撃、俺には効かんって言ってんのかな。ダズボーネス来たよ。やっと来た。お、スティーシー。ちょっとね、眠すぎてドキドキしてんで。おー、スモーカー、アンタケジー。タシギ、タキシって。ねえ。あ、これ持ってない。ゴトッチュってやつね。多分違うけど。この赤がかかってんだよ。何が来るんですか。クラッカー来ました。ああ、もう新規しか来ねえ。でもやりませんけどね、別に。デアブルキャラ確定？え、お前、そんなことしていいと思ってんの？うざいんで、やめてください。いやー、クラッカー当たっちゃった。いや、でも、当てるだけ当ててね、やらないですよ。当て逃げです。ごめんなさい。別にやりませんからね。野心タイプ強化ですから、そんななんか、俺ドフラミンゴ持ってんでね。自慢じゃないですよ、本当に。いや、もうドフラミンゴに助けてもらってばっかりですよ。クラッカーの、決戦クラッカーの時もあいつがいなかったら全然クリアできてないし。いやー、で、最近フェス限キャラがめっちゃ当たってさ、サンジとジャッジが当たってやったーって思って、そろそろさすがのゲームウィズの SS ランクキャラ当たってるでしょって思ったらね、当たってませんでした。いや、やっぱ本当にその、やっぱ SS ランクキャラ当たんないんだね。さすがだな。羽馬のように乱暴ですけど、よろしくお願いします。お尻かゆっ。ここの距離長、ニンテンドースイッチ。ニンテンドースイッチのドックのここまでの距離長いしさ、そろそろカラーバリエーションでさ、なんか普通の黒出してほしいな。あ、そうだ。パソコン見るんで。おー、ちゃう。違うの。お尻かゆ。ちょっとね、今、肛門を描いております。ぐりぐり。いや、ちょっと表現がな、リアル味を、まあ、リアリティを帯びてきたっていうか、リアル味、現実味を帯びてきて。ちょっと今のでバンになったら嫌だな。 肛門をグリグリ書いていますってさ、言ってさ、バンになったら、セーフ、汗の匂い。よかった。うんこの匂いしたら萎えますからね。でもちょっとテンション上がるんですけどね。でもテンション上がるけど、その分しっかりとね、下がりますから。うわ、うんこだ。 で、パンツにつくしね。うわ、今グリグリしたせいでパンツついちまったって。あ、ちゃう。どうしよっかな、あれ。なんで、あ、ちょっと上か。あ、ちょっと違う。あ、ちょっとギリかな。あ、ちょっと背伸びしたらマジで痛え。世界もうんちも忘れて素敵なあなたに歌われて。みんな俺のおでこ見てね。俺が検索しようとしてんのはなんだっけ。ちょっと一応イヤホン入れようかな。おい、イヤホンがさ、フックになっちゃってんだよな。
うるさ。あれ、俺何検索しようとした。任天堂関連だよね、多分。いつも俺が検索することは任天堂関連だ。まあいいや。あれれ、あれれれ、あれ。わかんない。わかんない。いいや、オセロでも調べよう。ちょっと、アマゾンで。アマゾン、オセロ。俺の額のさ、汗で、反射でさ、いろいろバレたら嫌だな。そんなバレ方、一番嫌なんだよな。あ、ガキンチョの声が聞こえてびっくりしちゃった。泣きそうになった。え、そんなんで泣かないで。もっと強くなって。え、あ、これマグネットオセロじゃん。これね、いいよね。うーわ、エロ。あ、エモ。エモね、普通に間違えました。あれ？本当に俺これ持ってたんかな？あ、違う。俺これじゃない。もっといいやつ持ってんだ、俺。そんな大きな声で言わなくてもさ。ハンコン買うだけだからな。俺もっといいやつ持ってんだって言っててさ。うわぁ、ガキンチョの声が、もう俺でかき消しちゃうけど、俺の声がもしかしてさ、外に聞こえてたらどうすんの？本当に。あれなんか。うわ、みんなで押せろ。うわ、9000円お前本当に言ってる？あ、新品の出品ね。本当にね。そういうとこですよ。びっくりした。俺を怒らせるのが上手だね。うん。なんかないかな。大回転オセロミニ。え、おもろ。え、メガネ映ってないよね。極ムスさんは俺のメガネを気にしてることをね、ちょっとね、面白がってるんで。ちょっと悔しいですよね。俺が気にしてしまったがゆえに面白いんで続けてくださいって言われちゃって。でも気にするもん。やっぱ個人情報嫌だからさ。バレたくないんだよな。いや、顔出してる時点でバレんだよ。もし俺が人気なんて絶対バレるんでね、もう友達とかにね、反感買うんでね。あー、チェスできる人間になりてえ。チェスができる人間になれたら俺はもうね、全然良くねえよ。人生の終わりじゃねえよ。アホか。何言わせとんねん。びっくりした。全然終わらねえぞ、俺の人生は。たかが、チェスできたくらいで。たかがって、そこまで言う必要ないんだよ、別に。なんかそこまで言う必要ないんだよね。本当に、ない。将棋はね、ギリできないんですよ、俺。ギリギリできないんですよ、将棋。面白いね。ギリ将棋できない。うるさ！それはね、タブ何個も開いたらうるせえわ。閉じる？閉じたくないけど、閉じますけど。別にいいですよ。閉じますよ。一応 iTunes の音楽聴きながらやめます。何を検索しようとしてたんだ俺は。やべえ。ちょっと、あ、ちょっとこれサービスだな。世の中に多分一人はいるだろう、変態に向けてのサービス。ガチサービスしてるわけじゃないんですよ。俺がくつろごうとしたら足ができちゃってるからね。勘違いしないでね。結構いいよね、今の勘違いしないでね。勘違いしないでねって言ってるわけじゃないんですよ。もう、やっぱしっかりと勘違いしないでねって言ってる。あ、歯黄色くね、俺。面白歯黄色いの面白くせえけど面白くねえけど面白はいということでね、俺はね、あの記憶障害っていうか、まあ多分絶対そうなんで、あ、これふざけてるわけじゃないんで、こんなふざけ方全然違うけどさ、サイコロ調べたくなったけど、あ、欲しいもんが次からやばい。最近物欲がすごいけどね、まあ物欲がすごいのでやめようかなと思ったけど、別にやめないですけど、メガネの反射かゆー。ちょっと頭皮薄くない？俺薄いっしょ。え、回転オセロって最強じゃない？だどこでもできんじゃん。回転してくるんくるんってやるわけでしょ。3回転くらいあるんでしょ。やっぱ頭いいね、みんな。おもちゃ考える人って賢いな。俺も賢くなりたいな。賢くなりたいな。で賢くは絶対になれないし、もう俺はちょっと賢いし、そんなわけでもない。賢くはないだろ。結構俺は本当のバカですからね。分かっていながらやるバカなんで、悪質なバカですよね。バカの中でもその可愛げのないバカっていうか、いや俺はバカだからこそやるよねみたいな、そういう同じ鉄を踏むなよって言ってね、真面目にやってもバカなんですけど、自分がバカってことをなるべくね、軽減させたいからそういうことしちゃうんですけど、やっぱり俺はしっかりとバカだし、記憶力が今ないんです。違うんですよね。どうでもいいことの記憶力がマジでなくて、どうでもいいなと思ってること、本当に、だから、検索っ
ってね、全然どうでもよくないんですけどね。なんでだろう、俺の中でどうせ買わないしね、ぶっちゃけ。本当に買った試しがないんで、だからどうでもいいんだろうね。実は脳はどうでもいいと記憶してるけど、俺のその欲、そのアマゾンでのね、あのいろいろ見る欲に関しては満たされるんで結構大事なんですけど、寝なきゃダメだ。あー、ちょっと記憶力が良くなる薬本当もらいたいな。俺多分絶対脳の病気だけでもなんか6つくらいあるよな。まあ六大天魔王、あ違う、六大天魔王はあれか、信長さんか、あれだよね。俺は多分六大将軍、真の六将になっちゃうんだよね。今ね、今日はこれくらいにしとこうかな。いやー、やっぱ眠いね。いや、もっと雑談しよう。いや、もっと雑談しようかな。なんかね、クラフトボスのね、アイスティー飲んだけど、そんな美味しくないね。別に。てか、うまいアイスティーって存在しないでしょ。喫茶店で飲むやつで、喫茶店来てえな。なんかどっかでさ、チェーン喫茶店行こうかな。ちょっと喫茶店行っちゃおうかな、なんか。金ねえから喫茶店行けねえな。どうしよっかな。眠すぎるな。どうしよっかな。別に眠くてもいいか。いやー、雑談したら寝れてないから、今日はね、お母さんといっぱい喋りました。5時間くらい喋りました。あの、俺が一方的に話しかけただけですけど。じゃあ、あざした。お母さんと話しすぎて、お母さんっていうか言ってますけど、俺は家ではママって呼んでるんで、これはなんか毎回言わなきゃいけないかなって言って、なんかそのね、ママって言ってるのはみんなキモいとか言うかもしれないですけど、その単純に、その、呼び方だって何だっていいし、その、切り替えるタイミングをね、間違えたんですよ。間違えたっていうか、失ったのにみんなそれでキモいって言うじゃん。ひどいよ、みんな。いいか、そんなこと言うやつら大体虫けらだからな。虫けらどもに何言われようがって、過激すぎるな。でも、ね、やっぱり、でもその虫けらに言われると思うよ。やっぱりちょっとこの容姿でさ、でそろそろもう年齢もそこそこいくので、ママって言ってるのもちょっときついよね。でもあのなんかさ、火山がなんたらかんたらでさ、最後の電話するときにママ言ってんのキモいなって言ってる人いたけど、普通にひどいな、それ。すごい追い詰められた状況なのに。やっぱりみんなオタクなんだってさ、ツイッターのニュース、俺もう二度と見ない。ツイッターでね、まあ、めっちゃ喋るじゃんって思いますけど、まあなんかよくわかったけど、なんかね、まあ痴漢みたいな女子高生が、まあ痴漢というよりは、まあ、口で痴漢みたいな、まあ痴漢っていうよりはそういうね、ことね、次何駅で降りるの、何駅で降りる、〇〇駅ですって言ってね、〇〇駅で降りるんだ、僕もそこだな、みたいなことでね、言って、まあ、なんだかんだ言って、そのな、そこら辺にいたおばさんたちがね、おばさんや若い人がね、助けて、こう一団結で、その男に対してディスってるところなんだけど、なんかその、いやー、もう本当にそれって俺大っ嫌いなんですよ、ツイートって。なんでかわかりますか？怒りの矛先がないんですよ。別に守ったそういうのはいいんだけど、そのツイッター漫画の悪さっていうの、150点満点くらいのツイッター漫画の悪さがあって、きつって思ってね。でもね、何がツイッター漫画の悪さってさ、キモいって言い切れないじゃん。だってさ、キモいよ。でもさ、そういう事例があってさ、怒れないじゃん。だし、怒ったら俺が完全に負けるからさ、ツイッター特有のそういう報告漫画系のキモさを、そういうなんかルールブックみたいなのがあるのかなって、手順が。それくらいにね、しっかりとね、ツイッターのキモさをね、完璧に乗っけた最高のね、ツイッター漫画が出てたんで、もう絶対にツイッターのニュースで流れてるやつは見ないし、もうツイッターのニュース廃止してほしいな。ツイッタープレミアムで俺ツイッターのニュース廃止してほしいな。何でしょう、そんなないよな。もう、特にニュースしてほしいもの見るか、一応。反射怖いけど、これで反射する？どこの角度で一番反射するんだ？眠いから、早くやりたいよね。ツイッターのニュースキモいから、なんかニュースさ、ニュースアプリみたいにしてない？ツイッター。
通にスウィピラさんにリスト入れられちゃった。ゾゾがアルバイト従業員時給1300円から2000人採用なんで2300円から2000円かと思ったら1300円から2000人採用、結構高いね。でもブラックなんだろうね。いやそれは違う。すべてのニュースから見るか、まあまあゾゾさんね、まあ給料が上がるのを2000人採用はまあまあいいんじゃないですか。まあ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 、いやトレンド見るとたまにさ、そのめちゃくちゃ地元の住所ってっていうのであれキモすぎるような。だから俺は普通に日本に絞ったんですよ、トレンドに絞ったんですよ。マジであれキモすぎてぶち切れようかな。でも今多分全部トレンドだよね俺の。まあ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 、あキモ、全部キモよ。ツイッターキモ、ツイッター嫌いだけどネタツイッターさんはやっぱ好きですね。いや別に好きじゃないの、面白いから好きってだけだし。でもどこから、まあ、中まで芯までたっぷり溢れてるくらいね、面白さが出てる人が多いんでいいなって思っちゃいます。いいよね。なんかネタツイートってバカ笑いできなくても面白い、なんか、ね、いいなって思うものは多いですね。でもやっぱテクダさんのあの画像ツイートやっぱすごいんですよね、あれ。テクダさんをね、深夜2時くらいにずっと見まくってね、爆笑してて、まあ、まあ、爆笑って言葉はね、まあ、大人数ってことなんで、まあ僕はね、人格をいくつも持ってるんで、まあ爆笑に入るでしょう。3人以上か2人以上なんで。俺は爆笑に入ります。人格をいくつも持ってるので。はい、論破。久しぶりに使いましたね。はい、論破。今のはい、論破ってここら辺の血管がプチーンってね、切れそう。プチーンって切れそうで今の背中にダメージがいった。いってえな、もう寝た方がいいんだよな。でもさ、雑談してえからさせてもらうよ。うん。誰っていう口調になりました。七つの大罪。ねえ。7つの大罪のうち9つは羽島恭志郎が犯している。9つのうち6つは性犯罪。ちょっと本当によくわからないな、全然俺性犯罪犯してないんですけど。では残りの3つは普通にあのアニメとか違法ダウンロードして、アニメ違法ダウンロード、アニソン違法ダウンロード、ララランド違法ランダウン、ララランド違法ダウンロードじゃない、猿の惑星の3部作目のみ違法ダウンロードで、9つの罪を犯していると。6つの性犯罪はすべて、6つの性犯罪のうち5つは、その場に居合わせたための逮捕。なぜか5人にならなかった。弁護士を雇うお金がなかったので。で、残り1つは普通に、あの、家で寝てたら、なんか、そういうね、精神病の方にランダムに通報されて捕まってしまった。その時も性犯罪として女性の人に捕まってしまったが、その時もお金がなかったので弁護士を雇えずに、捕まってしまいました。いや6つ以外のその他の3つの方が極悪だよな。猿の惑星の3部作目、あの映画の猿の惑星のあっちの方、オチが面白いやつ、オチが面白いとか言っちゃダメだな。まあ、あのオチは面白いですよ。さすが海外だなっていうオチでしたね。のやつと、あの、普通にアニソンとアニメを違法ダウンロード。全部違法ダウンロード。全然罪でかいと思うけど、何のアニソンかまで言わないから、ちょっと量多めにダウンロードしたんだろうね。してないよ！うん。適当になんかね、眠りのパワーに乗っけてるだけだから、ほんと適当に言ってるだけですよ。寝ます。あざした。楽しいな、雑談。でも立って喋ったらもっと雑談楽しいんだよな。ちょっといて、あー、スイッチのロックが入んねえ、こいつ、ムカつく。怒らんといて、お静かに。もう、ここのピラピラムカつくし、このピラピラのとこにさ、SD マイクロ SD 入れなきゃいけない、腹立つし、多分こいつ壊れるしさ。任天堂スイッチって世界最弱じゃない？あー、俺絶対もうプレミアムスイッチとあれが出たら絶対買ってやっかな。覚えてろよスイッチ。いや普通にファン、あざしょ。いやなんか敬礼みたいなのでちょっと怒られそうだな。怒られるの嫌だな。だから怒られるの嫌なんでね、クラフトボスティーをちょっとね、この下で、皆さんにね、ちょっと、刺激が強いので、まあ、飲んでいるという事実のみをお伝えいたします。
背縮まねえかな。もう一杯、もう一発。汚な、極むさんに怒られるよ。極むさん下手したら見てないのに、なんで極むさんの名前ばっか出すし、あんまり人の名前出すなよっていうね。何のトラブルになるか分かりませんからね。出させろ名前くらい。その人が怒ってるんじゃなくて、トラブルが起こるなってこと。極むさんに出させろって怒ってるんじゃなくてね、これはしっかりと補足していきますよ。いやー、トラブル起こすやつは大体極むさんでも俺でもないから。そのね、俺が名前言った人でもなければ俺でもないし、第三者です、クソが。早めに怒っときます。早めに怒っときます。だから早めに怒ってるんでやめてね。俺は君たちのやると想定して怒ってるんで、絶対言っちゃダメだよ。やったらもっと怒るよ。リセットさん999回目くらいの怒り方します。存在しないくらい怒るんでね。はい、存在しない、とんでもない勢いで怒ります。全然6回目以降から普通にボスなんで、戦闘が始まるんでね。あれ、ゲーム変わりますよ。はい、999回目ね、すごいんですよ。即死技を16回連続で、とんでもないですよ。で、ババ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 ンってやっていくんですよ。16連続のその即死レーザーってわけじゃなくて、なんか16種類の即死技をね、ドゥンドゥンドゥンってランダムでやってくるんでね。まあまあ、その時点で普通に強います。僕はいつも、そのね、リセットさんの気迫みたいなね、その即死技の前の段階で積んでます。だって、俺の飛び盛りはバトル仕様じゃないんで、普通にそこでね、トゥルスティス、トゥルル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 ンってやってね、まあ、柔らかめに死んでます。柔らかめ、タランチュラとか誘いにされた時にね。すごくない？知ってる感出てない？サソリとかタランチュラ刺されるとね、で、プシュッ、トゥルスティス、ティルル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 ンって言ってね、家のところにね、返されるんですよ、あれ。俺は、タランチュラもサソリも一度も捕まえたことがないし、タランチュラとサソリが怖すぎるんでね。あれ、多分俺ね、飛び盛りで2回くらい失敗してるんですよね。いや、3回かな。ね、網向けるとね、って感じで、これサソリじゃん。怖いよね。あと、ホームアローンに出てくるタランチュラもちょっとやめてほしいよね。あざした！寝ます！違う、こっち。ちょ、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 ちょ。